は5時26分です。金曜演芸門のコーナーです。この月曜日ですね、先日の月曜日19日、蝶花楼桃花桂二葉東西二人会という落語会が国立文楽劇場で開催されました。とっても大きい大ホールなんです。750人。今度ね、3月3日上方落語菊会でもここを使わせていただくわけなんですけれども、とっても大きいホールで、でこの司会を私桂沙耶が務めたわけなんですけれども、オープニングトーク3人で、お話をするだけでなく、実は前座開口一番も私、務めることと相なりまして、頑張ってまいりました。初泣きをね、披露したわけなんですけれども、もちろん私のことを知らない人がいっぱいでした。ニオちゃんのファン、ももかさんのファンで、いっぱいでしたので、きっとねびっくりされた方っていうのがほとんどやったと思うんですけれども、こちら大阪北の野良黒さん、67歳男性です。東西二人会行きました。沙耶さんが司会と聞きましたので、朝も早からリスナーとしては絶対行かなくてはと思いました。司会はもちろん前座として落語初泣き、よどみなくスラスラと、思わず三人会やーと思いました。二王さんの子供の話し方が秀逸、桃花さんは初めてでしたが明るく陽気でテンポが良く、これからも聞きたいと思いました。チケットを苦労してゲットし行ってよかったです。ありがとうございます。本当にお二人ともね、すごく面白い落語だったんです。まず私開口一番で、皆さんのご機嫌伺いまして、その後桂二王さん鶴を披露されました。得意なね、前座の間にすごく鍛錬されました、修練されました。この鶴を披露されて皆さん大笑い、長めの枕もね振りまして大笑いでした。そして中入り前の中取りに、蝶花楼桃花さん、江戸の落語家さんでございます。お見立てという花魁が出てくるね、お話なんですけれども、これをたっぷり30分、披露してくださいました。そして中入りがありまして、また桃花さんが出てこられて、秋論という、これはね、師匠が春風亭小朝師匠なんですけれども、小朝師匠のもう、得意中の得意のネタ、秋論、これを桃花さん引き継いでされているということで、とっても皆さん笑ってはりました。そして鳥は二葉さん、怖かすがいとこう人情話でね、キュッと最後締めていただきましてね、とってもいい回でした。で終わってから、この回が終わってから、先週はね二葉さんに、この東西二人会に向けての、意気込みを聞きましたけれども、桃花さんにこの東西二人会が終わってからの感想をお伺いしました。東西二人会終演でございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。蝶花楼桃花さんにお話を伺いますけれども、はいはい、いかがでしたか、大阪のこのニオちゃんとの二人会というのは。いやー、もうあの格式高い感じのね、まあ会場でしたし、まあ、ね、緊張しましたけれども、あの、あったかいお客様で、ね、すごく笑ってらっしゃいましたね。笑ってくださるいいお客様だったので、楽しく、まあ緊張しながらも楽しく勉強させていただきまして、はい、でもいっぱいだったじゃないですか、お客様がね。びっちり満員でしたね。びっちり満員で、後ろの席までもびっちりで、だからこれはやっぱり桃花さんとニオちゃんのこのコラボレーションというのがこう、すごく楽しみな方が大阪に多かったのかなと思うんですけど。いや嬉しいですね。まあでもニオちゃんの人気がねまたすごいので、それもね本当にあることと思うんですけど、確かにその初めてっていうのでね、皆さんどんななんだろうっていうふうにね来てくださったと思うので、またね続けていけるように。そうですね、はい、頑張りたいと思います。まあニオちゃんともね、あの定期的にやりたいねっていう話をしてるので。本当ですか。はい、いやそれは私たちにとってもすごく嬉しい話で、ありがとうございます。でも芸がね、あの最初始まる前にはそれぞれ個性が違うからっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、2席ずつ終えてみて、桃花さん的にはいかがでしたか。ニオちゃんのその後輩ながらもね、そのしっかりした講座を見ると、って緊張が増した感じで、やっぱりねさすがだなと思いながらね、読みましたけど、やっぱりそうやって、
こう2人っていうのはね、自分1人だけじゃないっていう強みもあるので、うん、そう、あとはニオちゃんにね、はい、もう最後しっかり決めてもらおうって思ってこう渡せるっていうのが、うん、やっぱね2人会のいいとこですよね。で、桃花さんのお見立てと修論というのも、はい、桃花さんらしいというか、うん、もう女性のちょっと男手の前に取るじゃないけど、うん、あそこのお見立てと、うん、で修論のその、はい、超過労桃花でございっていうのを大阪のお客様に見ていただいたような気も、うん、本当ですけど、あれ違いますか？いや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 、そう言っていただけるとありがたいです。うもうちょっとネタもねギリギリまで迷ってたんですけれども、はい、うん、におちゃんが鶴に入ったので、ね、長屋の話はやめようと思ったりとね、なんかちょっとじゃあ本当に当日、うん、今日そうですね、決めて開口一番もうどうおネタをやるのか、はい、やっぱりその初巻き言葉っぽいからちょっと言い立てっぽいのはやめようかなと思ったりとかっていうで。こう考えながらやってたので、まあ、今日はこんな感じになりましたけど、やっぱりそのね組み合わせによって選ぶネタも変わってきますから、うん、それも二人会のいいとこですけどね、ギリギリまで迷ってました。ああ、そうなんですね。じゃあもう本当今日来たお客様しか味わえないそのコラボレーションだったのかなというふうに思いますね。ありがとうございます。今度4月2日、うん、はい、近鉄アート館で特演会というのもございますけれども、はい、こちらねちょっと私ゆっくりお話を聞きたいと思ってるんですよ、うん、ありがとうございます。また番組に来ていただけませんか、うんうん、もちろんです。いいんですか？もちろんですいいですか、はい、ちょっと4月2日の近鉄アート館のちょっと宣伝じゃないですけれども、はい、一度また番組にゆっくりとお越しください。ありがとうございます。そこでじゃあたっぷりお話をさせていただきますので、皆さん4月5日でございますよ、ね、手帳にもすでに書き込んでいただいて、またね詳しくお話をさせていただきますのでお願いします。どうも本日ありがとうございました、はい、ありがとうございました。いやー本当にね、桃花さん素晴らしい方で、私大好きになりましてね、もちろんこれまで、2つ目の時春風亭ピッカリっていうお名前でね見させていただいたこともありますし、桃花さんになられてから真打ちに昇進して名前が変わったんですけれども、超過労桃花という名前になってからも何度か落語を拝見してるんですけれども、直接お話をさせていただいたのがこの日初めてだったんですけれどもね、もう大好き、本当にいい方でお話もしやすくってサバサバしてて、で見た目めちゃくちゃ可愛いんですよ。もうアイドルみたい、めっちゃ可愛いのにサバサバしてて付き合いやすい方でね、もう LINE 交換してくださいって言ってお願いしたぐらいで、でせっかくだったらね、また4月5日のその近鉄アート館の話をゆっくりさせていただきたいですし、なぜ桃花さんが落語家を目指されたのか、落語家入門してしかも小朝師匠を選ばれたのかっていうお話なんかもちょっとゆっくりと聞きたいなと思いましたので、改めてちょっとね来月にでもお越しいただこうかなというふうに思っております。で、桃花さんと仁王さんともう二人とも本当に個性がそれぞれ違いますのでね、落語のスタイルっていうのも違いますし、もちろん江戸髪型っていうのも違うんですけれども、お二人のその落語に対するアプローチの仕方みたいなのも全然違うので、どちらの落語もやっぱり面白いし、私なんかはすごく勉強にもなりますし、お客さんは見ててもとっても楽しいんじゃないかなというふうに思いました。この東西二人会大阪はね終わりましたけれども、東京で3月14日の木曜日夜7時から有楽町朝日ホールというところでね開催されるそうです。もうこちらもなんかチケットあんまり残ってないというふうにね聞いてまして、まあ、もし関東の方でお聞きの方で行ってみたいなという方はぜひぜひ行っていただきたいなというふうに思います。きっとねとても反響のあった回ですので、来年以降もこの東西二人会あるんじゃないかなと思っておりますので、またその際はぜひ興味持たれた皆さんは遊びに来てくださいませね。そして4月5日に向けてまた桃花さんには来月金曜演芸門にお越しいただきたいと思います。どうぞお楽しみになさってください。以上、金曜演芸門でした。